皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、帯分数×整数の説明をします。帯分数×整数の計算は、帯分数を仮分数に直して計算すると、仮分数これに直して計算すると新分数×整数と同じように計算することができます。じゃあ例の1と例の2を使ってやり方を説明します。例の1は1と7分の 1×2 です。1と7分の1を仮分数に直す。1というのは7分の7ですから、7分の7足す7分の1で、こちらは仮分数に直すと7分の8、これに整数の2をかけます。7分の8かける2ですね。と7分の8に16と、これを帯分数に直すと7に14ですから、2と7分の2と、これが答えになりますね。では例2です。1と8分の3かける4、1と8分の3を仮分数に直すと8分の11。ではもういっぺんにいっちゃいますね。これに整数の4をかけます。この8と4というのは約分できます。このようになると2分の11、これを帯分数に直すと5と2分の1とこうなります。では練習問題、1、2、3も同じように一緒に計算してやってみましょう。1と5分の3かける4。1と5分の3は5分の8ですから5分の8かける4。こうやりましょう。と5分の8、32と。帯分数にすると6と5分の2と。こうなりますね。では2です。2と3分の1かける9と、これ帯分数に直すと2、3が6足す1なので7ですね。これに9をかけますね、整数の。でここで約分できますから約分します。1になってこれは3になります。1分の7321ですけれど、これは整数の21が答えになりましたね。次です。3、2と6分の5かける3、2と6分の5は、6分の26、12足す7、12足す、あ、なので12足す5で17、これにかける3です。約分しますね。こちらに、ここが1になって、2分の17と。これは8と2分の1、ね、帯分数に直すと8と2分の1。こうなりました。よろしいでしょうか。ね、帯分数×整数の計算をするときには、帯分数を仮分数に直すと、今まで学習した新分数かける整数と同じように計算することができます。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。